今日は5月20日です。田植えも終わって一段落したので、そこの道作りというか、あ、走ってもらった、そこ路肩が崩れてかなり斜めに勾配になってたんですよね。で、歩きにくいんで、竹で土留めをしてちょっと整地して歩きやすいようにしてます。そういう作業をしてます。あ、ほら、これは結構上手だね。ちょっとまずは食いになる竹を何本、3本ぐらい、よし、ちょ、うわー、これも結構太いね。よいしょか。3本立ててみましょうかね。よいしょ、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 よいしょ。こんな風にもう斜め、こっちの土方が崩れてっていうか、こっち流れてきてっていうか、斜めになって歩きにくいんですよね。で、それをちょっと直してます。こんな感じですね、これ。これが、あ、イノシシかなんかの獣道ですね。こう、こう駆け上がってきてたようです。よいしょ、これでいいかな、もうこっちでいいかな。石があったりして、グラナメ倍があるんですよね。まあ、このっていいだろう。よいしょ。ういっ。いった。あ、割れた。いや、入ればいい。入れば。この竹は軽トラにのギリギリの2メーターに切ってます。よいしょ。足この辺でいいだろう。うん。うん、石かな。石があったらダメだよね。ちょっと折ってみようか。大丈夫かな。入らないか。あ、聞いてないね。大丈夫かな。ちょっと聞きが悪いね。お、入った。来た。よし、真ん中にあと1本立てようかね。もうちょい下で、もうちょい下で。
よし、来た。よし、掘ろう。お、掘っちゃった。ここはちょっと、ビアが、割ってます。ちょっとあんたを上にしよう。頑丈なのをしたんでしょうか。形をしたんでしょうか。こんな感じですね。で、もう片方向こうもしますけど、ここ真ん中はやりません。ただ、あ、こっちのようにですね。まあ、これの押さえになればいいんだから、はい、ここだけだからですね。はい、はい、そういうことで、次はそっちをやります。はい、反対側もこういう風に終わりました。よいよ。で、竹の隙間とか、こういうところから、ちょっと、砂が流れにくくなるように切った、砂をちょっと、入れまーす。
きます。削って整地していきます。石が少ないです。あの辺は結構石が多かったので、よっしゃ、はい、だいたい、はい、こんな感じでだいたい出来上がりです。まあ来年少しそっちが下がるでしょうけど、そしたらまた少し成長するという感じでしょうね。よいしょ、よっしゃ、はい、こんな感じで、ワンスパン終わりました。これを向こうまでやっていくつもりです。で、ここが終わったら、ここの畑というか昔は田んぼだったんですけどね、ここも、もう崩れ崩れしてるんですよね。で、わかります？その辺、その辺も、その細いやつだいぶ崩れてるんですよね。で、そこわかるかな？そこはトラクターを通すのもちょっと危ないように狭くなってるんですよね。で、まあこれをちょっと綺麗に下から少しずつ竹で土留めをして、ちょっと綺麗にしたいなと思っています。あの上の畑も崩れてるし、結構崩れてるんですよね、ここね。はい、そういうことで、竹の土留めによる通路整備整地ですね、作業の撮影をしました。撮影はこれで終わります。